アレクセイ・ニコライヴィッチ・トルストイはロシアの小説家。多くの分野で執筆活動を行ったが、専門は SF と歴史小説であった。伯爵同士とあだ名された。アレクセイ・ニコライヴィッチ・トルストイは、ニコライフスクで1882年、トルストイ伯爵家の貧乏な文家に生まれた。 父は表記兵の任及び地主の職から知り添いたニコライ・アレクサンドロビッチ・トルストイ伯爵であり母は児童作家のアレクサンドラ・レオニエブナ・ボストロムであったアレクセイは一家の第四子であった母親は妊娠二ヶ月だった時に丈夫のアレクセイ・アポロノビッチ・ボストロムと駆け落ちした当時の離婚に関する法律に従って有罪のアレクサンドラは 再婚を禁じられた。彼女が新生児を自分の手元に置いておく唯一の手段は子供をボストロムの息子として登録することだった。かくして13歳になるまでアレクセイはアレクセイ・ボストロムとして育ち自分の父親が義父だと疑うことはなかった。1896年にトルストイ・ボストロム領家は官僚的な事務処理に大変な労力を費やして アレクセイをトルストイ伯爵として登録し直した。それでも、なお、彼はアレクセイ・ボストロムを本当の父とみなしていて、ニコライ・トルストイや年上の兄弟たちと顔を合わせることはほとんどなかった。1900年にニコライ・トルストイが死に、アレクセイには3万ルーブルと有名な仮名が残された。後に彼はトルストイ家の遺産に対して、 かなりユーモラスな態度を身につけた。彼は、アパートの壁を黒ずんだ、肖像画で埋め尽くし、信頼者に、トルストイ家の祖先たちについて語ることで知られるようになった。アレクセイエヌ・トルストイの初期の短編小説は、角の自然主義と必然性のないエロティシズムにより、そしてミハイル・アルツイバーシェフいうところの、 味が害して欠如していることにより、アレクサンドル・ブロークその他の有力な批評家に酷評された。AN トルストイ名義で1900年代序盤に出版されたポルノグラフィ的作品には、本人の手によって封印されたものもあると言われる。AN トルストイはボリシェビキによる10月革命の最中、1917年にロシアを去って、はじめはドイツへ。 後にはフランスへ移住した。1923年、彼は本国に創刊され、最も人気のある作家として、ソビエト体制に受け入れられた。彼は、修正、共産党の忠実な支持者となって、スターリンを称賛する作品を書き、またマクシム・ゴーリキーと組んで悪名高い旅行記を書いた。永遠のトルストイは2編の長大な歴史小説を発表した。 ピョートル一世の制作を、スターリンのそれになぞらえようと努めた、ピョートル一世、そしてロシア内戦を含む1914年から1919 19年までの時代を描いた苦難の道である。また数編の戯曲も書いた。通常、AN エエトルストイはロシア語の SF 小説としては、最初の作品を書いた業績で知られている。火星への旅を扱った、アイリリタ、そして、 ガーリンギ氏の総曲線は、大衆から、絶大な人気を得た。前者は1924年に映画化された。アイリータ、火星の女王の他にも、トルストイの小説を元にした映画は、ソビエト連邦で数作、公開された。また、エヌ・トルストイは、ニキータの幼年時代をはじめとする児童向けの本も、数冊したためている。 ニキータの幼年時代は、自身の幼年時代の回想録であるが、この本は時に、息子ニキータに関するものだと誤解された。実際には、彼は、ニキータという名前が好きだから使ったのであり、後年その名を、自分の調子にも付けただけのことであった。彼の児童書で最も著名なものは、イタリアの児童文学、ピノッキオを本案した、ブラチーノの冒険、または、 黄金の鍵である。その主要登場人物であるブラチーノはソビエトの人々の間ですぐに大人気となった。ありがとうございます。